はい、皆さんこんにちは。こんにちは、えー、教育委員会社会体育係の奈良木野です。総合型地域スポーツクラブ高スポの会長をしています。大塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大塚会長はい、もう、はい、こんにちは。こんにちは。 今日もよろしくお願いします。またよろしくお願いいたします。はい、大塚会長はえー、体育協会の会長でもあり、はいえー、総合型の高須法の会長でもあるという、はい、ですね。まあ、同じスポーツを通してですね、はいえー。もう兼務させていただくことになりまして、えー、皆様にもですね。こうやってあのご紹介できればと思いましてえー、はい、今日は伺わせていただきました。はい、よろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いします。で、会長、今日はですね。はい、お越しいただいたのははい、えー、どういったご用件だったでしょうか？はい。はい ええとですね、私たち高、えー、スポはですね、えー、昨年に比べますと、えー、会員数の方が急激に増えまして、はいえー、現在442名の加入。そうですね。はい、昨年の実績で442名で、ね。はい、そうなんですよ。で、はいえー、その前の年から比べるならですね、うん、140名ほど増員ということで、うんはい、大変嬉しく思っております。そうですね。はい、また教室の数もですね、かなり増えたということで、はい、はい。現在25 はいの教室の方がですね開催されております。はい、そうですね。はい。もうこれだけ大きくなってきた高スポでもありますので,ですね。はい、まあそういうことでまあ今回、えー、事務職員の募集ということでで、ね、そうですね。はい。お手伝いさせていただく方をですね、はい、募集してさせていただいて、はい、えと、ー、もにですねえー、皆さんでですねこの高スポを盛り上げていただければと思いましてはい。はい。そうですねもう。 いい方がですね、募集していただけるといいですよね。そうですね。はい。じゃあその高スポの事務職員募集についての内容を会長の方からよろしいでしょうか。はい。こちらなんですけども、はい。内容の方はですね、募集人数を一名。はい。これは男女問わずだったんですよね。はい。男女問わず。はい。はい。ご協力していただく方一名を予定しております。はい。業務概要といたしまして、事務処理、会計。 クラブの運営等、はい、え続きまして、募集対象になります、えー。1番、18歳以上である男女問わずですね。2>, はいはい、2番、普通免許を所持、えー、運転ができる方を募集しております。うん、3番、日常的にですねパソコンを使用し、えー、電子メール等の送受信の方が、ね、できる方。4番、えー、パソコンのですね、 エクセル、ワ、えード、r d そちらの基本的な操作ができる方、えー、5番、えー、土日および、えー、祭日のイベントと、えー、夜間の会議と、えー、不規則な、えー、職務にですね対応していただく方を、えー、募集しております、えー。勤務地になります。えー、勤務地はですね、えー、町民体育館高、えー、スポ事務所、えー、こちらの方でですね、えー、在住していただきます。 次に勤務日、時間の方をご説明いたします。週5日間のです、ね、午前8時30分から17時15分まで、続きまして給与、日当の6700円保険、社会保険とです、ね、雇用保険の方に加入させていただきます応募締め切りりになります。 九月十一日水曜日を予定しております。すみません問い合わせです。高森町教育委員会事務局社会体育係までよろしくお願いいたします。電話番号は六二のゼロ二二七番までよろしくお願いいたします。会長はい。 このですね募集を見て、人材の方がですねご興味があられる方は、ですねちょっとでも、はいあのあ、ちょっと気になるなと思われたら、ですね、うん、まずあのご連絡いただければ、ですね、うん、またこちらの方でもご説明、詳しく、えー、ご説明させていただきますので、はい、そ,そうですねあんまりですねまあ難しいですね業務ではありませんので、もうとりあえず、 お問い合わせいただければですね。そうですね。はい。私たちとともにですね。また運営員の方々、各、うんえー、クラブの指導者、うん、代表者たちもおられますので、その人たちと、えー、みんなでみんなでですね。はい、はい。協力し合ってあの高スポの運営、えー、ご協力いただければと思います。そうですね。何より楽しくですね。そうなんですよね。まあもうやっていければ。はい、この高スポの総合型スポーツというのはもう、はい、本当に健康づくりと、えー、皆さんの、えー、情報交換交流の場としてもですね活用していただいてますので。はい。はい、そうですね。 募集をお待ちしておりますので。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいはい、じゃあこちらですねはいあの高スポ、えー、事務局の方を募集は、えー、募集の方をしておりますが長、えー、野さんの方からまたお知らせの方があるということで、はい、そうですね、えー、事務員の募集はいたしましたけれども、はいえー、今度はですね、えー、高森町高スポではですね、えー、地域おこし協力隊 今、高森町の中ではですねたくさんの方々が地域おこし協力隊としての方ですね多数応募されて南阿蘇鉄道だったりですねいろんなところで地域おこし協力隊皆さんされてますけれども今度は高スポの方ですねスポーツの部門で地域おこし協力隊を募集して今後、町のスポーツをですね盛り上げていってもらいたいということで協力をそうですす。 地域おこし協力隊の募集をいたします。はい。はい、募集内容はどのようになっておりますか。はい、えー。募集人員はですね。はい。一、えー、名となっております。はい、えー。これは男女問いません。はい。で業務概要です。えー、概要とした致しましてはタカスポの運営ですね。がありますので、はい、えー、そちらの方を全般的にしていただくことになります。はい その詳しい内容といたしましては今後、タカスポは NPO 法人化に向けたですね活動を行っていきますのでどうしても事務局がですね土台がしっかりしてないとというのがありますので、うんはい、そのお手伝いとそれと、ですね、はい、<laughs> あとはまちづくりの推進を図る活動だったり、うん、子どもの健全育成を図る活動でさまざまなです、ね、教室がありますのでそちらの巡回および指導を行っていただいたり、はい まあ、イベントもありますし、はい、でさ、ね、まざ、あ、まなです、ねえー、事業の運営、えー、お手伝いをしてい,くしていただくことになります,です、ねはい、で募集の対象者ですけれども、はいえー、20歳以上の、えー、男女の方ですね。歳以上といたします、はいはい、とあとはですね、えー、心身ともに健康で前向きに挑戦する意欲のある方ですね、えー、スライドこちらの方にもありますけれどもですね。はい とあとは、ですね仮想、はいえー、山村、離島、半島、地域以外の3大都市圏をはじめとする都市、地域ですねに生活の拠点がある方で、えー、高森町に住民票をですね、はい、移動できる方ということで、ちょっとここは難しいんですけれども、まあ、詳しくはですね、はいえー、お問い合わせをいただいて、ままたおお話しようと思っております、はいはい、あとはスポーツ等にですね、えーまあ、興味がある方ですね、はい、が募集していただければと思っております。 あとは、普通免許等、ですね、えー、普通免許を所持し、実際に運転ができる方、はい、日常的にパソコンを使用しますので、はい、電子メール等の送受信ができる方がありがたいですね、はい、あとは土日および祝日のイベント参加や夜間会合など、不規則な職務に対応できる方となりますね、はい、あと勤務地および勤務時間についてです。はい 勤務地は、えー、高森町民体育館、えー、勤務日時間は平日の9時から夕方の4時、16時までですね、で1日あたり6時間の勤務といたします、えー。月に直しますと16日程度の勤務を基本といたしますが、えーえー、休日勤務および夜間勤務もあるかと思います。 雇用形態及び、えー、期間です、えー、身分は中央、えー、公務員法の第3条第3項第3号に規則する、えー、特別職費非,、えー、非常勤職員として、えー、高森町長の方が移植いたします、えー、移植期間は委託、えー、移植日から1年間といたしますただし最長で移植の日から3年間までは更新することができるとなっております 給与福利厚生です活動報酬は月額19万円です待遇及び福利厚生です住居の毎月の費用は高森町の方が負担をいたします社会保険は雇用保険厚生年金健康保険に加入いたします活動に必要な経費は予算の範囲内で高森町が負担するとなっております、はい その他の他ですね詳しい内容につきましては高森町のホームページまたは教育委員会事務局のホームページをご覧になられてください。はい、そんな感じでですね高倉の事務員、はいえー、地域おこし協力隊という2名のですね今回募集のご案内だったんですけれども。はいはい とも、はい、にですね。あの一緒に活動していただいてですね。はい、まあ、より、またえー高須の方がで、ね、活気づくかになりますようですね。はい、協力いただければと思います。はい、はい、そうですね。はい、あとですね。<い>あの、はい、まあ、夏とかですねえー。規制されている方々も、えー、おられるかもしれないのでですね。そういう時にですね,ですね、えー、お声かけされたりですね。ご紹介いただければですね。はい、はい、またこういうあの情報をみんなで共有できて。はいはい こちらの方に応募していただければですね、高森で何かないかなというちょっと気になる方がおられましたらぜひ、うん、はいそうですねこちらの方にちょうどねもう帰りたかったんだという方もおられるかもしれませんしですねはいでね、はい、誰か言い方ご来られたら地域の方ですねぜひご紹介くださいませはい、はい、よろしくお願いいたします今日は高スポ事務員の募集と高、はいえー、スポで、えー、地域おこし協力隊ですね、はい、の募集を、えー